カート8実況プレイ始めていきます。チェスともちゃいです。お久しぶりの実況ですね。いやー、やっとね、忙しい期間が終わりましてね、こうやってね、再び実況を撮ることができるようになったというわけでやりましょう。いやー、お久しぶりなんですよ、本当に。なんで、まあ気分転換にちょっとね、世界部屋を走っていきたいわけですよ。ね、もって今回はいつもはクラコン使ってるんですけど、なんか WiiPad の方でやってます。そんでもってね、まあ見ればわかると思いますけど、マシンの組み合わせもまあちょっと気分的に変えていて、レートも かなり結構上がっているというね、そういう状況になんかやっていきましょう。なんか割と平均的な中ですね。まあリハビリだからこんなもんでしょう。さあ今回はね、気分転換としてカートでやっていきたいと思います。このブルーファルコン、カモンブルーファルコンでやってきますよ。はい、キャプテンファルコさんが出てきてほしい今日この頃。うん、まあリンクとか村人とかでね、スマブラとの共演定的なね状態になっていますが、まあロゼッタもね、あのスマブラ参戦したわけだし、そろそろねデイジーもスマブラ参戦してほしいな。いつまでもカラーチェンジのピーチだけではたまらないんすよと、もう絶対コンパチだとかって言われるんだろうけどねコンパチだとか、うん、カラーチェンジで十分だろうとか言われるでしょうけど、僕はやっぱりデイジーが出てほしいと思う、いうわけですよやっぱデイジー欲しいな、スマブラでね。ほいで、こっちで分かれ道、うん、ファイアボール、ファイアボールですか。ここで投げれば当たる。なんか俺に当たって、なんかやばいことになってる。あー、やばいっすね久々のマリカだからって、そんなね焦る必要はないのでねのんびり行きましょう、のんびり行きましょう。いや、みんなもだよ、俺だけじゃないよ。いや、と言いつつね、スリップストリーム取っちゃったんで、あら、ワープした。さすが世界部屋、まあ日本人の方が多いんですけど、一応世界部屋なんでね。また3位かで、クラクションか。まあクラクションだったら後ろから何か来ても安心と。おっと、いきなり2位に上がってきた。なんでいきなり言うよと、危ねえ、後ろからパックンが見えたんでまあこれはクラクションをね使わざるを得ないという状況なわけですか。あー、緑コーラはまあいいか。ここで1位の方に対してトゲゾウが来てくれることが一番のうううううあれなわけですけど、さあどうなんでしょうか。はい、もうとりあえず後ろ潰していけばなんとかなるでしょう。はい、オッケー。お、俺にも、あー、俺に持っていくや、もうもうしょうがないな、無心になって走りましょうよ。おい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 、 A ボタンを押し続けるとね、あの何回も噛み続けてくれるから、それでね加速できるんですよね。うーん、これだけ離れていて、これか、危ない。いいね、やっぱ可愛いっすね。Oh no! あーんと、これで入れ替え。前に詰めれないだと、うー、一応後ろ見ればね、イカスミなんて関係ないんですよ。まあ、初手は2位と。うーん、安定ですね。勝てない以外は安定。とにかく2位から6位が多い、それが私なんですよ。まあ、どういう部屋でもあんまそういうのは関係ないですね、ぶっちゃけ。相手のレート弾の強さはあんまり関係ないですね、はっきり。うん、だから避けてるんだよダメだ、もう前出れないじゃん。のこのこ走らないで、頼むから、頼むから、のこのこ走らないで。おい、今のは絶対狙っただろ。あ、ダメだ、もうリーチします。来ましたね、グラグラ火山。僕がここで奇跡を起こして1位になったコース。さあ今回は奇跡が起こるのか起こらないのか、どっちだ。さあ勝負をしましょう。これは7位からのスタートか。8位、トリプル、おお、いきなり前崩せる、崩せる。さあチャンスです、前崩すチャンス。これをチャンスはうまく生かしておきたいところ。さあなんとか4位まで上がれたと。ただ4位ではまだ足りないかな。おお、2連続、これは行幸かな今度こそ。いやー、でも行幸っていうのはそう簡単に何回も落ち込むものではなくてですね、そうまあ意味のない解説をしていくわけですが、間のあの1位のレインボーさん、2位の僕、そして3位はモアイさんって方ですが、そして特に赤コーラとか危険なものは持ってない模様なんで、おーおーおー、モアイさんを切り裂いた。さあ2周目に入って2位のまんま、
後ろから赤コーラ来ていないようです。さあ危ない、が1が1、はい、だがまだ油断はできないところでしょうか。おい、でもなんか2位の人が赤コーラに引っかかったのかな。さあ10コインになって2周目ですが、2周目の半分、後ろから何が来るのか。さっきみたいにトゲゾーダのね、変なアイテムが来なければいいわけですけど、2位の方がどうやらクラクションを持っている模様。さあ近づかないように気をつけて、気をつけて、とにかく近づかないように、どんどん突き放すしかないですね、これは。うわー、でも相手の方がやっぱ明らかにスピード速いからな。でもそっちか、はい、こっちに引っかかんないで、もう来ないでって言ったじゃないかと思ったけど、 あれ突っ込んできた。うわー、だから行ったのに。なあ、でもフルボッコしないで、マジでマジでやめて、本当に本当にそれやめてほしい。本当ね、自分から自らチャンス潰すなって。うわがやだ、本当やばい、本当やばい、本当やばい。チャンス潰すの大好き大好きすぎてやばいわあ、もうやばいわ。あれ、なんだなんだ、なんか2位まで来てる、なんか2位まで来てる。あれ、なんだなんだなんだ、順位の入れ替わり本当に激しいです。本当に順位の入れ替わりが激しいですね、この戦い。な、最後のキノコこ、奇跡か、奇跡か、奇跡が起こせる、起こせる、起こせるか、起こせるか。ああ、起きない、奇跡は起きない、奇跡は起きない、起きるものではない、奇跡は起こすものではない。もう何して本当な、変なことしなければなあー、惜しいな。さあ3コース目ですね。スイーツキャニオンかな、あんま好きじゃないコースではありますが、頑張っていきましょう。はい、3コース目スタート。さてと、さっき1位だった人がちょっとエンストップ気味だったかな。それならば、あー、でもこれはコーラ？あ、持ってないのか。本人もさっき持ってたように見えたんだけどな。持ってなかったのか。ならば持ってないんでいいでしょう。はい、アイテム入れ替える。そしてトリプル緑コーラ、これで安全策。あ、ぶつかった。なんで防御してない、防御してないことになるの。ちょっとやめてね、本当に海鮮さん適当に処理しないでねよっしゃ、スナイプ決まった。スナイプ決まるとやっぱ気持ちいいですね。はい、そしてもう一人、そしてさらに、あー、引っかかってるからちょっとね、自重しよう。なんでそっち行った自重しようって言った瞬間が当てるっていうなド S、 ド S 赤コーラ。俺はド S じゃないよおい、チャンスチャンス、トゲゾウが行った、トゲゾウが行った、これ今がチャンス。そして次のアイテムはトリプルラムダッシュ。差はそれほどでもないか、差はそれほどでもないようです。さあ緑コーラ持ってる人、おー、怖いね、おい、怖いですけど、なんとかかわして3位に上がって、そしてラムダッシュでショートカットしていきなり2位に上がった。そして3周目、同じような状況、さっきのコースと同じような状況になっている気がします。さあ、コインじゃないんだよ、あ、赤コーラ持っているモアイさん。さあ警戒しつつ、警戒しつつ3周目をこなしていくわけですが、さあどうなんでしょうか。だがこのままではよろしくない。あー、コインじゃないんだよ、コインじゃないんだよ、キノコなんだよ。最後周コーナーであのキノコが出てくれれば勝てる可能性は大。トゲゾウがいった、トゲゾウいった、トゲゾウいった、そして当たる、そして当たった、今度こそ、今度こそ、今度こそ勝ったー、デイジー、今度こそ勝ったー、漁夫のり、漁子、今度こそ勝った、デイジー、今度こそ勝てました。苦しかった、苦しかった、だが見えた、ようやく7勝目です、ようやく7勝目。あー、やっと勝てて嬉しいですねやっぱ勝つって嬉しいですね。さあ、ワリオ講座やっていきましょう。はい、もうなんかね、燃え尽きたかのようにね、もうさっきずーっと黙ってましたからね、カットの間ね、ずーっと黙ってましたからねまあ燃え尽きてるかのようにまだ燃え尽きには早いですよ、残り3勝だっちゅうのにねまだ燃え尽きには早い。あーうち、あーうち2コンボ、2コンボでこんな最下位落ちるもんなのかじゃね
あこのコスモ、あの兵法鉱山と同じでね、兵法の声が聞こえて可愛いですね。さあ兵法の声が聞こえて可愛い中走っていくわけですけど、そして乾いた空、乾いた洞窟、さあやっていきましょう。ワリオ鉱山、もう1周目後半でありますが、今更なセリフ、バスターを使っていきましょう。キンキノで超絶ラブラッシュ、これは超速い。あーでもちょっと速いかなって思いやすいがちだけど、次のアイテムのことを考えるとこの辺で使っておいた方が吉かな。そうだね、うん、よかった。おお、なんかかかって3位までいきなり上がって、さあ3位までいきなり上がって、そしてトリプルラブラッシュ、コインがなんか1枚しかないみたいなんで、さあ増やしていきたい。おっと、気をつけて気をつけて、じっくりじっくり気をつけて、アイテムを取る。そしてさらにラブラッシュ、さらにラブラッシュ、さらにトリプルラブラッシュ、さあジャンプ、デイジーの華麗なるトリプルアクセル。トリプルアクセルだとフィギュアスティック系統になってしまいますが、そしてトリプルラブラッシュを使い切ってのさらにラブラッシュで1位に、おーノー、1位にまだ追いつききれないと、あとジャンプアクション決まらず、3周目入っちゃったか、このまんま。さあってと3周目入ってアイテム取る、トリプルラムラッシュの連続、トリプルラムラッシュのあるトリプルアクセルが炸裂、できませんでした。できませんでした。そして3周目の後半に入りたい、いやもう入ってるよね。いやでも入る。さあ超絶ラムラッシュ、超絶ラムラッシュによるトリプルアクセル決まった、トリプルアクセル決まった。そして4位まで上がったけど、ちょっと前は離れているようです。離れてる。あー、ラムラッシュによる後押しはあるものの、ここでは追いつききらず4位まで。あーだがさっきの奇跡の勝利は惜しかったですね。奇跡でも勝ちは勝ち、うん、勝ったもん勝ちやという言葉があります。いやー、ようやくこの動画で7勝目を挙げることができて本当に良かったです。さあ8勝目に向けて次も頑張っていきましょう。お疲れ様でした。また会おう。